こんにちは、マッスルルです。ちょっとライトがやばいです。ライトやばい。誰だかわかんないです。今日はですね、はい、シャイニアさんの、コンテストということで、僕が主役です。あざみさんはカテゴリー、はい、メンズフィジークの D クラスということで、はい、まあ A よりちょっと身長ね、顔がかっこいい、見てるっていう、はい、エドカトが D だもんね。あ、そうですね。ちょっと俺は B。 え、マジですか。厳しいっすよ。厳しい。好みもあるって感じですかね。頑張りますので、よろしくお願いします。はい、あざみさん、はい、大丈夫ですか。おー、どうしました。コンテストですけど。そうだよ。ここまで絞ってきたよ。のんびりしました。いや、もうこの時間はね、選手は基本的に寝てるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。出番の1時間前ぐらいからパンプし始めて、はい、それまでね、基本的に寝てるしね、いびきかいてるやつもいるくらいしたんで。そうですね。ちょっと心配になるくらい。そうそうそう。あるあるなんですよ。だから皆さん、決して諦めたわけじゃないですから。これからですから、お待ちください。はい。それでは呼ばれた選手はバックステージから74番、66番、64番、72番。
Thank you.
ゴーターデロイいただきます。これ美味しいやつね、ホワイトチョコの。はい、よくね、ポスティング会社の人が配ってましたね。あけぼろ橋だね。うんうん、甘い。一発目これですか。うん、女の子はもらって食わないと。そうですね。安倍さん、お疲れ様でした。はい、コーチがね、褒めてくださったんですよ、岩香コーチが久々に。はい、だからまあ、それで OK ってことで。1、2ヶ月前から考えると、出たこと自体、奇跡かなって思うぐらい。本当ですね、はい、動かなかったからね、筋肉がね、うんうん。こっから始まりですから、まだ。来年も再来年も出ます。2020年のコンテストは、これで終わりということで。そうですね、すっきり終わりました。はい、はい、今日はこの後はもうやんかる。そうですね。枯渇、ねはい、してるからコレステロールが。そうですね。楽しみでございます。皆さんにも心配かけたと思うんですけど、もう大丈夫なんで頑張りますまた。はい。はい、バイバイ。